義賞が贈られます。これからも活躍してくれることは間違いなしです。この調子で活躍をしていけば、私の人気とともに発行部数もうなぎ登りに。以上、電撃子がお送りしました。ナウローディング。皆さんこんにちは。ゲーム業界の最新情報を電撃紹介する電撃子ニュースのお時間です。今回のニュースは秘宝ネプギア批判されるです。真面目なネプギアさんが批判されるなんて一体何事でしょうか。それでは続けます。最近ゲーム業界では、服が破けるのを見たいがために強すぎる女性を批判する声があるとのことです。中にはモンスターがかわいそうだろ、血も涙もねえ、両親は痛まないのか、お前がダメなら俺が行く、など、これはひどい、強すぎて批判されるなんてモンスターを応援する声もありますよ。そこで企業より破けやすい衣装が贈られます。これで少しでも批判が減るといいのですが、ネプギアさんが真面目すぎてモンスターに優しくしそうなのが心配ですね。以上、電撃子がお送りしました。ナウローディング。皆さんこんにちは。ゲーム業界の最新情報を電撃紹介する電撃子ニュースのお時間です。今回のニュースは朗報、ネプギア絶好調です。ネプギアさんが絶好調だと逆に不安です。怖い発明でもしてないといいですね。それでは続けます。現在快進撃が続いており、クエストをちぎっては投げ、ちぎっては投げ、人気急上昇中とのことです。おかげでゲーム業界で増え続けていたクエストは落ち着きを見せています。そこで企業より破けない衣装が贈られます。これからも活躍してくれることは間違いなしです。絶好調なのがクエストでよかったです。この調子でクエストに集中してほしいですね。以上、電撃子がお送りしました。ナウローディング。やったー！バッチリです。皆さんこんにちは。ゲーム業界の最新情報を電撃紹介する電撃子ニュースのお時間です。今回のニュースは朗報、ユニ絶好調です。ユニさんは頑張っていましたからね、私も嬉しくなります。それでは続けます。現在快進撃が続いており、クエストをちぎっては投げ、ちぎっては投げ、人気急上昇中とのことです。おかげでゲーム業界で増え続けていたクエストは落ち着きを見せています。そこで企業より破けない衣装が贈られます。これからも活躍してくれることは間違いなしです。ユニさんの努力が認められましたね。
ございます。以上、電撃子がお送りしました。ナウローディング。ナウローディング。みなさんこんにちは。ゲーム業界の最新情報を面白紹介するファミ通ニュースのお時間です。今回のニュースは同胞ロム絶好調だよ。絶好調でテンションの高いロムちゃんを見てみたいかも。現在快進撃が続いており、クエストをちぎっては投げちぎっては投げ、人気急上昇中とのこと。おかげでゲーム業界で増え続けていたクエストは落ち着きを見せているね。そこで企業より破けない衣装が贈られます。これでもっと活躍してよね。やっとロムちゃんにも勧められる衣装を贈ることができた。以上、ファミ通がお送りしました。ナウローディング。素敵ですわ。わかったわ。みなさんこんにちは。ゲーム業界の最新情報を面白紹介するファミ通ニュースのお時間です。今回のニュースは同胞ラム絶好調だよ。ラムちゃんの絵が投稿コーナーに採用されたのかな。現在快進撃が続いており、クエストをちぎっては投げちぎっては投げ、人気急上昇中とのこと。おかげでゲーム業界で増え続けていたクエストは落ち着きを見せているね。そこで企業より破けない衣装が贈られます。これでもっと活躍してよね。私はラムちゃんの絵を持ってるから、いつでも投稿してよね。以上、ファミ通がお送りしました。ナウローディング。ナウローディング。みなさんこんにちは。ゲーム業界の最新情報を面白紹介するファミ通ニュースのお時間です。今回のニュースは同胞ファミ通絶好調だよ。頑張った甲斐があったかな。私の勢いはまだまだ続くよ。現在快進撃が続いており、クエストをちぎっては投げちぎっては投げ、人気急上昇中とのこと。おかげでゲーム業界で増え続けていたクエストは落ち着きを見せているね。そこで企業より破けない衣装が贈られます。これでもっと活躍してよね。実は私って戦うゲーム記者としてかっこいいんじゃない。以上、ファミ通がお送りしました。ナウローディング。
ナナちゃん、どこ？一緒じゃないの？ディレクション、イズメイン！下がるね。ただのモンスターじゃない。そうだ、やれ！つけて！やっ！さっさ！任せたわ。